はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーギーツ変身ベルトデラックスデザイアドライバー&武人ソードバックルです。はい、みんなが超欲しいセット版、これ一つ買えば武人ソードバックルとベースのデザイアドライバーと、さらにやばいのがコア ID ついてくるんですよ。タイクーンのここまでの至れり尽くせりセットすごいんですが、日本未発売と、またかよ。なのでまた武人ソード関連の中国バンダイ限定アイテムね。いつも通りゴリゴリの日本語表記ですが、この方が中国では売れるということで、パッケージは完全に日本仕様。しかもすごいのがさ、闇競馬と光競馬の両方の武人ソードが載ってる。これまでも武人ソードの再販はありましたよね。だけどタイクーンのコア ID は自分で用意してねスタイルだったので、キャンペーンアイテムであれ入手が微妙に難易度高いですから、こういうフルセットはめちゃくちゃいいのと、あとはこのベースのデザイアドライバーがもしかしたらライドルベース的なピン認識がめちゃくちゃ強いやつなんじゃないかなと思って今回は買いました。ではレビューしましょう。まあ、買いましたとは言ってもいつも通り輸入が必要なんですが、もう僕家にあるデザイアドライバーがライドルベースの2個持ってんだけど、それ以外がね、復活剤つけても復活しなくって、なので3つ目のライドルベースが欲しいんですよね。てんこ盛り。コア ID 入ってるし、まあ、これがライドルベースかどうかは確認しようがないんだけどね。外装は全く変わんないから。プラス要はハイスペックベルト帯さえ自分で用意すれば、これデラックス版のベルト帯がついてるから、もう武人ソードが完成しちゃうってことを考えるとすごくいいセットですよね。これに装飾パーツがついてますから、こっちで片側完成でしょ。で反対側もありますので、これも合体ジョイントでね、ここでジョイントで合体しますので、合体させつつこれで武人ソード完成。ゼゼンシートも抜いておきましょう。あとはコア ID、 これついてくるのすごいよな。そしてベルト止め、もう本当にフルセットなので、コア ID、 ハメのサイドベルトはめつつ、ベルト止め通してロックセットしてあげれば、はい、もうこのフルセットで全部入りと、有能すぎるだろこれ。これでしかもさ、武人も発売してんだから、武人フルセットがサクッと手に入るお手軽さ、ほんといいんだけど。ってことで改めて今回の武人ソードフルセットを見ていくと、こうで、デザイアドライバー、武人ソードバックル、コア ID ね、タイクーンの。あ、でもあれか、レイズバックルホルダー、横のパーツはつかないか。まずタイクーンのコア ID ですが、海外版とはいえ、もちろん何も変わりませんよね。日本版と、日本版ね、見比べても、成形色も、ブラックのプリント部分も、何も変わらず。なので、ベースのデザイアドライバーもいつも通りの変身ベルトセットになってて、もちろんリボルブオンの回転もいけるし、電源オンで、デザイアドライバーもなるし、日本版と見比べても別に変更点は全くありませんね。僕さ、ライドルベースは分かりやすいようにここにひっつき虫貼ってんだけど、まあ、新品なんで基本はまだ反応いいっすよね。うん、バッチリ。反対側もいいね。なのでライドルベースかどうかが分かるのは3ヶ月4ヶ月ぐらい経ったタイミングかな。これ昔から使ってるやつ。ほら、もうね、これ電源オン入ってるんですよ。復活剤塗っても全然反応しないから、これはもうディスプレイアイテムとして使ってる感じなんですよね。なのでひっつき虫貼ってないと。なのでそういうのもあって、ライドルベースって普通に買うと安いんだけど、ネットだと2、3倍で取引されてますので、それを思ったらこっち輸入した方が安いんじゃないのみたいな価格帯になってますよね。はい、ぐるっと見回すとこうで、武人ソードバックルの今回の中国版大版ね。とはいえこれも日本版とマジで何も変わらず、同一商品ですね。日本と中国同型の変更点ありませんね。で単体でバットオンを鳴らす仕様も変更なしと、いつものデラックス玩具と同じように遊ぶことができますので、
はい、超かっこいいんですが、やっぱハイスペックベルト帯ね、特にギーツのやつが大人気なので、それを見た後だとちょっと見劣りしますので、ここをハイスペックベルト帯ね、付け替えてあげれば、超見栄えが良くなりますので、はい、こんな見た目ね、サイドベルトも分厚くなって重塗装になり、ベルト止めは大きく新規造形で、はい、反対側も同じと。ギーツのハイスペックベルト帯に関しては再販もしてるよね。あとは、なりきりワールドでもちょこちょこ発売してますので、入手難度はそこまで高くない方だと思いますから、圧倒的に見栄えいいっすよね。ちなみに、ここの部分に、武人が、はめられるかどうかっていうと、そういうジョイントはありませんので、特に、このビッグスケールウェポンと連動はなしと。では変身必殺いきましょう。姉ちゃんの仇だ。変身。何度聞いてもいいね。てか、後ろに武人があるのがまたいい。さらに必殺。超必殺。っていう風に問題なく、これまで通り楽しむことができます。タイクーンのコア ID のさ、顔が別フェイスになるのがいいよな。耐久音も聞く。いや、ギーツナインバックルはいろんな空張りが出てますけど、この辺もビジュアルめちゃくちゃいいから、武人ソードの色替え玩具も欲しいよな。以上、中国バンダイ限定仮面ライダーギーツ変身ベルトデラックスデザイアドライバー&武人ソードバックルの紹介でした。